こんにちは、エイデンです。ただいま朝の4時です。こちらは諏訪のサービスエリアです。今日はですね、久しぶりに、ビーナスラインにちょっとお客様を、案内する感じです。今日ご案内する方はですね、なんて言ったらいいのかな、ちょっと 特別な方というか でして、今までにあまりね、その何て言うんだろう、案内したことのないタイプの人です。まあ冒頭に見ていただいた映像あると思うんですけど、何をね、あれまでちょっと事前に一応下見をしてきた時のものになるんですが、で何を見てるんかというとですね、要はそのトイレとかあと施設がちゃんと使えるかなっていう確認なんですよ。なんでその見に行ってるのかっていうと、今まで意識したことなかった。普通例えばトイレだったらトイレね使えるじゃないですか、ありさえすれば。今日ご案内させていただく方は、そのトイレが入れるか入れないかっていう問題があるんですね。というのは、まあ要するにその車椅子なんですよね。なので僕らはあの足でね歩いて入れるトイレでも、もしかしたら入れない場合もあるとか、狭くて入れないとか、段差があって入れないとか、そういう問題がねあると思うので、まあ、そこら辺大丈夫なのかなっていうので、ちょっと一応ね事前に確認をしました。あんだけ何回も言ってるのに、そういう目線で見たことが全くなかったので、あ、大丈夫なのかなみたいな、入れるんか使えるんかみたいないう心配がちょっとあって、まあそのための確認だったんですけども、そんなわけで今日は、まあ、ちょっと足が不自由な方をご案内するということで、まあ、ここまで言えば大体どなたかっていうのは想像がつくと思うんですけども、まあ、とりあえずちょっと行きたいと思います。それでは行ってきます。ということで美しが原に着いたんですけども、あれちょっと待って、フォーカスが分からないねこれ。ということで美しが原着いたんですけども、ちょっと日頃の行いが悪かったのか何にも見えないという感じになっております。そして今日のお客様は以前にツイッターでお見かけしていて、この前のチューブミーティングで初めてあのお会いしたテリマヨさんです。ではちょっと行ってみましょう。撮ってるよ。こんにちは。こんにちは、テリーマヨです。うわ、出た。もう一回お願いします。イエーイ。それなんかパクってないですか？パクった。何か誰かのやつパクってないですか？実は大好きな YouTuber のマネです。ああ、そうなんだ。はい、今日はようこそお越しくださいました。今日はよろしくお願いします。大丈夫でしたか？どうか運転大変でした？いや、そんなに、まあ、手ですか？はい、手で運転してですね。すごいですね。それで乗れるって褒められてる。ちょっと後で見させてください、はい、どうぞどうぞ。今日ちょっとあいにくのあの電気ですか？雲海失敗。雲海は一応少し出てはいるんですけど、ちょっと霧がすごくて何も見えないんですよね。あ、降りていいですか？降ります。 GR よりしか。テリマヨさん車から降ります。やめてやめて。これはなかなか大変ですね。あ、もしかして乗せる向きがまずかった？あ、マジで？すみません、さっき僕が乗せたんですけど、ちょっと向きがまずかったらしいです。え、本当はどうやって置けばよかったの？あ、逆さまに。逆さま？あ、そうなんだ。言ってよ。あ、ちょっといいですか？はい。あ、重っ。ありがとうございます。割と重いんだよね。はい。あ、灰皿がね、うん、バフってなっちゃった、ね。うん、ダメだ。うん、どうぞ。はい、ここがガッシャンコをして、はい、で反対側、せーの、いけ。はい、ガッシャンコ。これさ、ブレーキかかってるから。ああ、なるほどね。よし、 OK です。で、よいしょ。どうやって開く？押す。いい、せーの、で、お、ああ、こうやって腕が鍛わるの。なるほど。で、ブレーキして降ります。お、よいしょ、いけた。
けたいけた。寒くない？寒いっす。寒いっすよね。上着は？上着 OK。 折れましたじゃねえ、折り入れました。折れましたじゃねえし、折り入れましたね。はい、折れました。いや今日これは日頃の行いがあれだな。でも日が出てくれば多分これ晴れるんで。さっきちょっとあれだったのにな。うん、一応今日天気晴れなんで大丈夫だと思います。あ、手で持つよ。初めてです。初めてです。ヴィーナスライン初めて。ヴィーナスライン自体初めて。あ、なるほど。めちゃめちゃ画質いい。いいな。 iPhone15 買ったらしくて、なんか見せびらかしてくるんですよね。15プロです。15プロ iPhone15 プロ買ったっつって見せびらかしてくるんですよね、この人。あ、シネマティックモードで撮りますか、やっぱ。そうですね。ああ、シネマティックモード。いいっすね。え、さっきあそこから来ました？そう、向こうから来ました。向こうにトイレがあって。寒いです。ソフトクリームもあそこで。あっちでソフトクリーム売ってて。まだですよね。あそこでいつも食べてるんです。おお、吹っ飛んできた。やだー。灰皿が吹っ飛んできた。ね、あの灰皿もやばい、本当に。運転席入まるけど、なんかどうしよう。じゃあちょっとそれも直しときますわ。払っとこう。直しときますわ。いいっすか。ちょっと霧が晴れてきました。雲海が少しだけ出てます。ます寒い。浅間山見えんね。うわー、太陽出てきた。本当だ、素晴らしい。あのね、太陽出てくるとダメです。霧がね、結構消えてく。ありがとう。感じがする、まあ、今日はこんな感じでした。美術館が光ってる、すげえ。美術館がなんか光り輝いてる。どうした？テリマヨさんの車はいつもハードトップがついてるんですけど、今日はヴィーナスラインを走るので屋根を開けるって言って外してきたそうです。なので今から初オープン。え、今まで買ってから開けたことあるんですか？いや、開けて走ったことないです。ないんだ、うん、じゃあもう本当にこれが初？いや、お恥ずかしいんですが初です。わかりました。フォロー初めて。じゃあ初オープンの瞬間を。開けますよ。はい、お願いします。こっちがね、届かないんですよね。届かんの？どうすんの？じゃあ、うん、はい、はい、どうぞ。お、オープン。よいしょ。開き方が違うんだ、やっぱ。なんか重みであっち行った。あ、すごい。どうですか？最高、マジで。走れそうですか？走れるかな。え、これってまだ開けるもんなんですか？いや、もうそれお好みで。いや、めちゃめちゃ開放感ある。あ、やっぱ開放感があるのか。 ND あんま開放感ないんだよね。ないですよね、なんかしゃん。ない、うん。え、すごい。え、でちなみに閉じるときはどうやるんですか？あ、ちょっと自分え、ちょっと自分一人では閉じれないんですよ。閉じれない。はい、あの誰かにお願いする形に。で、重いからマジで届かない。重って重ってめっちゃほら、まだ全然届かない。重った。これ重たいですよね。重い、そういうことね。開けときます。はい、パタンと。わー、素晴らしい。本当に、いや嬉しい、マジで。ちょっとそれにしても車結構かっこいいですね。ありがとうございます。割と仕上がってる感じがする。私がやったんじゃないの？なんか牽引フックもついてるし。これはもう英才教育。ああ、ホイールもなかなかえぐいですねこれはあれですか、 TC4 かな。マフラーもなんかこのスパルタンな感じで。二寸間っていうの。これがそんでヘルプマークってやつ。うん、これは何、車椅子の人が乗ってますよっていうことですか？その辺なんかね、あれなんですよね。うん、公式のやつは四つ葉のマークのやつ、うんうん、がその体が不自由な人が乗ってるよってやつなんですけど、なんか貼ってたんですけど、うん、飛んでっちゃった。へえ。なんか一回貼って剥がしたら飛んでっちゃって。ヘルプマーク。これでも足が動かない人が乗ってますみたいなのがいいよね。うん、なんかなんて言うんだろう。うん、なんて言うんだろうね。うん、なんかこう
不安、後ろの人にどう思われてるかが不安。シートもなんかすごい古化け。どうしよう、前汚いからやめて。ほえー、すごい、オープンだ。めっちゃ窓汚い。窓、窓がめっちゃ指紋まるけどさ、あれなんですよ。あ、フロントガラスってこと。フロントも助手席も。あ、助手席もか、なるほど。わー、かわいい。やっぱロードスターはオープンですわ。それでは、霧ヶ峰におります。ちょっと雲海は今日は、まあ、いまいちだったかな。まあしょうがないですね、雲なんでね。雲海に会えるのは雲海ってね、あの、そう、行賀さんが言ってたんで、まあこれしょうがないですね。んで、霧ヶ峰行ってちょっと休憩して、その後コロボックルヒュッテに行ってモーニングを食べたいと思います。あの、今日の、お客様はね、テリマヨさんなんですけども、僕が初めてテリマヨさんのことを知ったのは、あれいつ頃だったのかな、去年の冬くらいで、ツイッター見てたら、なんかあのロードスターでヒッチハイクしていろんなとこに行きたいみたいなことを書いてたんですよ。で、その時はその脊損っていうんですかね、まあ、下半身麻痺ってことはなんか分かんなかったのかもしれないんですけど、あんまちょっと記憶がないんですけど、その後ですね、あのアベマ TV のアベマプライムに出演されるっていうツイートが回ってきて、そうなんだと思って、あ、知って、まあ、知ってるほどの知ってる人っていうんじゃなかったんですけど、まあ、知ってる人がアベマプライム出るんだ、じゃあちょっと見てみようかなみたいな感じで、まあアベマプライム見て、で、おお、この人だ、ツイッターの人やみたいな感じで見て、で、まあその時のアベプラの内容が、まあ要はそのちょっとそのあれですよね、いわゆる、まああんまり言いませんけどね、そういういわゆるそういう内容だったんで、まあそれの経験者っていうことで一応そのコメントをしたっていう、そういう内容だったんですね。で、その時に初めて、ああ、そういう経験があって、まあ、それが原因で、まあ、下半身麻痺になってしまった人なんだなっていうのは、まあ、認識をしまして、まあ、それ以降、まあ、ツイッターをたまに、まあ、フォローしてたんで、たまにね、まあ、動画するとどうでしょうね、月に1回とか2回くらいはなんか流れてきてたみたいな感じで、まあ、そのくらいの方だったんですけど、なんかこの前ね、チューブミーティング行く前にチューブ行きますみたいなのが書いてあったんで、しかもなんかロードスターも乗ってるみたいだったんで、まあちょうどその前ぐらいに今乗ってらっしゃる NB を購入されたのかなと思うんですけど、まあチューブミーティングに来るって書いてあったんで、ああ、それじゃあ、まあまあ言うても半年ぐらいね、もうちょっとかな、半年以上ぐらい前から一応ツイッター上では認識してる人だったし、まあ、その車椅子だから会場にいれば分かりやすいのかなと思って、まああの声かけやすいじゃないですか、あ、もうテリマヨさんだっても分かるはずなんで、まあそんなくらいの気持ちでいて、でマジカペさんのお店の辺うろうろしてたら、なんかいたんですよ。いたので、あ、あの人そうだなと思って、あ、テリマヨさんですかっていう風に声をかけたのが最初でした。それでその日にいろいろその後まあ お話ししたりとか、まあ、お昼も一緒に食べたりとかして、まあ、少し仲良くなったんで、まあ、その時に今度ヴィーナスラインに行きたいと言ってらっしゃったんで、あ、まあそれだったら、来る時声かけてくれれば、あの、案内しますよっていう風に、まあ、一応言ってたんですよ。まあ、そしたら早速、まあ、今日ちょうど1ヶ月後なんですけど、チューブミーティングからすると、まあ、早速来てくださるということだったんで、じゃあまあご案内させていただきますねっていうことで今日は一緒に走っております。で、テリマヨさんのロードスター NB なんですけど、オートマなんですね。足が動かないので手で運転するようになってるんですよ。手動装置っていうのがついてて、もう左手でアクセルとブレーキを操作して右手でハンドルを操作するっていう車になってまして、で、まあ、だからね、その
手で運転するっていうのがどのぐらい難しいことなのか僕にはちょっとわからなくて、どんぐらいのペースで走ればいいのかっていうのがね全く想像がつかなくて、なんで今日はなるべくゆっくり走ろうかなと思ってるんですけど、でも結構ねこうバックミラーに今映ってるんですけど、バックミラーで見ている限りではまあ普通についてきます。はい、特別そのなんだろう、なんかえらいギクシャクしてるとかそういう感じなくて、外から見る限りでは本当にもう普通にロードスター乗ってるだけにしか見えないんですけど、まあ運転席さっきちょっと座らせてもらったんですけど、やっぱここにこうレバーみたいなやつがあって、これでアクセルとブレーキを操作をしてるみたいですね。なんか結構ねブレーキは効くらしいですよ。まあ、体がね不自由な方なんで、あんまり僕らみたいに普通に動ける人の感覚で行っちゃうと、もしかしたら疲れちゃったりとかするかもしれないので、ちょっとご本人にですね様子を聞きながら、まあ、ゆっくり回れたらいいのかなと思います。ヘッテがお休みです。あんな方々の道来たのに。本当だね。よく見たらあそこに定休日って書いてあるかな。ちょっとダンプカーに引かれないように。ちょっと待って。定休日だ。定休日って書いてあります。もうお腹ペコペコ。あっちの景色は見えますか？あ、なんだあの石は。なんか歌が書いてあるか？ああ、なんかね。あそこに大型塔が見える。大賀島が見えるあそこに。大賀島ってあの美しが原のホテル、大賀島ホテル、宗木さんの、そう宗木大賀島ホテル。このダンプカーがいなかったらちょっとそっちを見に行こうと思ったんだけど、わかんない。小松田さんじゃない、小松って書いてあるの。ランチを食べます。ピザ窯あそこに、ピザ窯ですげー、ピザ焼いてる。ジブリ煙突ついとる。あ、ジブリみたいです。ジブリ、ジブリみたい。魔女の宅急便でしょ。あのお兄さんの顔がでしょ。これなんすか。長門牧場限定のホットミルクです。これは牧場のコーンスープです。これはビーフシチュー、あ、間違えた、ビーフカレー辛口です。なだぎさんが頑張って焼いてくれたマルゲリータです。いただきます。じゃあ早速いただきます。待ってもう一回、もう一回、はい、いただきます。ありがとうございます。はい、いただきます。ちょ、蜂がピザを狙ってきた。あ、ちょっと待って、本当にちょっと待ってくれ。どうすりゃいいのこれ。ここにいるんですよ、まだ。攻撃しちゃダメです。だってめっちゃピザ狙ってきとるよこれ。よちょ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 、おいしょちょちょ、ちょっとなんでピザ食うんだよ蜂が。おちょちょちょ、これあ、叩いた、今ヒットした。退治してきた。いただきます。今これカンって言ったよな、これ。おー、ちょ、待って。お、待ってよ、また来た。めっちゃ蜂がピザ好きなんだよね。面白すぎる。蜂の巣あるんじゃないですか？どっかに。2回も来るなんて。お腹いっぱい。小食？いや、何よくないっすよ、なんかめっちゃ食べる人みたいな。味はどう？めっちゃ美味しい。でしょ？ KPC。 よし、リマヨさん結構早いな。ちょっと今ね、長門牧場からまあ帰ろうかなと思ってるんですけど、せっかくなんでテリマヨさんが走ってるとこ撮ろうかなと思って、今度はちょっとね前を走ってもらいます。
まあ、今日は結構朝早くからですね、ずっと、まあ、そんなにあっちこっち走ったわけじゃないですけど、まあ、美しが原からここまでね、ゆっくり何か所か泊まりながらね、来たんで、多分もう手前さん疲れてるんじゃないかなと思うんで、今日はこれで解散しようかなと思ってます。まあ、ちょっと朝の雲海がねいまいちだったんで、まあそれがちょっとね残念だったなと思うんですけど、すごい秋らしい一日で楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います。どうですか、見ていただいて。まあ手動装置でね運転されてるんですけども、そんな風にはね見えないんですよね。全然普通に運転しているようにしか、まあ、外からはね見えませんけど、ススキがやべえ、めっちゃ綺麗。天気も良かったし、今日は良かったです。